霊夢はカウンタックやフェラーリが一世を風靡したスーパーカーブームを知っているか。確か、1970年代後半にあったわよね。イベント会場でカメラ片手の子供が群がっていたわ。子供の頃いつか手に入れたいと思っていたのを思い出すわ。当時のフェラーリも新世代のテスタロッサになり、バブル時代の六本木に数多く登場したよな。中でも K 日記のマフラーをつけたテスタロッサは羨望の眼差しが注がれ、同じテスタロッサ乗りも次に六本木に来るときは車外マフラーを取り付けていたもんだぜ。あ、K 日記覚えているわ。確かテスタロッサの雰囲気を随分変えたモデルがあったわよね。ああ、そいつは K 日記コンペティションエボリューションだぜ。派手な外装でテスタロッサの面影が消え、かなりアグレッシブな姿で多くの日本人を虜にしたんだ。しかし、その派手なデザインはエンツォ、フェラーリを激怒させてしまったんだぜ。え、そんなことがあったの？テスタロッサというと、湾岸ミッドナイトに登場する石田先生を思い出すわ。確か、石田先生のテスタロッサも K 日記のようなデザインだったような。確かに地獄のチューナー北見が組んだテスタロッサの魅力はすごかったよな。そんな感じなのが K 日記だった。だから、それはフェラーリじゃないとエンツォを怒らせ、フェラーリのエンブレムを外すよう法的手段で通告までしたいわくつきだぜ。つまり、そこまでチューナーを虜にさせた車だったのね。すごく興味が湧いてきたわ。それじゃあ、今回はそんないわくつきのヤバい車フェラーリテスタロッサについて解説するぜ。なぜフェラーリが訴訟を起こすまで激怒したのかについてのヤバい理由も解説していくからしっかり聞いておくんだぞ。よろしくお願いします。フェラーリテスタロッサは1984年10月に 512BDI の後継モデルとして発表されたんだ。180度 V12 気筒エンジンは引き継がれ、それまで同様リアミッドシップとして登場したが、ロードゴーイング GT カーとして進化したんだぜ。つまり、公道を走行できるレーシングカーに仕立てたってことね。ああ。しかしフェラーリの180度 V12 気筒エンジンを搭載したモデルは、365GT4DB から始まり 512DB、そして 512DBI に受け継がれてきたよな。それゆえにフェラーリのフラッグシップモデルとして進化させるにはマーケットからも期待値が高く、それに応える必要があった。ただ速い車だけでは市場は納得できなくなっていたの。霊夢も知っての通り、当時のスーパースポーツの代名詞はフェラーリとランボルギーニだったよな。この二つのメーカーはライバル関係にあるけど、ランボルギーニはフェラーリに大きなアドバンテージを持っている装備があったんだ。何よそのアドバンテージがある装備って、エンジン性能ではないわよね。うむ。それはダナ快適性だぜ。ランボルギーニカウンタックには常識的なトランクが備わっていたんだが、フェラーリ 512DDI にはシート後ろにわずかなスペースがあるだけだったから、実用性ではカウンタックが上だったんだ。カウンタックって、トランクがあったんだ。それは知らなかったわ。確かにスーパーカーだって荷物を入れるスペースが欲しいからフェラーリにトランクを要求する市場の声にも納得するわ。それだけじゃない。フェラーリは 512DDI までラジエーターはフロントに配置されていたんだ。短距離だけ走行するならいいが、少し長く走行すると車内はラジエーターからの熱気で大変だった。つまり、512DBI は GT カーとは随分かけ離れた車だったんだ。確かにレーシングカーでもないのに、走行すればするほど快適性が失われるんじゃ、市場の評判も悪いわよね。そういうことだぜ。だからフェラーリは磁気型フラッグシップを開発するにあたり、トランクとラジエーターの位置を最優先課題として開発を進めたんだ。まず、トランクスペースをフロントフード下に収めるとラジエーターのスペースがない。そこでどこに移設するかが課題だった。なるほど、確かにフロントフード内をトランクにするとラジエーターの行き場がないわよね。そこで考えついたのが F1 だ。1970年代当時のフェラーリの F1、312シリーズには正真正銘の水平対向エンジンが搭載され、左右のシリンダーに空気を送るために NACA ダクトが設置されていた。それをヒントにサイドにラジエーターの設置を決めたんだぜ。F1 の技術が市販車にフィードバックされた瞬間ね。しかし、フォーミュラーカーのようなレーシングイメージでは GT カーとして成り立たない。やはり 512DBI まで受け継がれたエレガントなスタイルこそフェラーリのフラッグシップモデルということで、デザインを担当したピフタンファリーナにサイドラジエーターであることを伝え設計させたんだ。つまり、メカニズムありきで生まれたのがテスタロッサってこと？まあ、GT カーとしての使い勝手を追求したら、メカニズムが今までと大きく変更が必要になった。それに伴いデザインも完成したということだ。テスタロッサのデザインについてとても興味が湧いてきたわ。テスタロッサのデザインを手掛けたのは、当時のフェラーリの他社同様にピフタンファリーナの手によるものだ。さっきも言ったが、最初にラジエーターをサイドに取り付けることを伝えていたから、デザインにはかなり苦労したらしい。確かに、今見てもサイドのエアインテークは惚れ惚れする美しさよね。美しいだけじゃない。きっちりとフレッシュエアをラジエーターに導く必要がある。だから機能性にもこだわったデザインが必要だった。そして、多くの人が扇状にエアインテークが広がっていると感じている。しかし真上から見るとほとんど広がっていないんだぜ。本当だわ。広がっていないけど広がっているように見せるデザインに感銘を受けるわね。全幅は 1976mm もあるから、ドアからリアフェンダーにつながる深いスリットによる視覚効果が広がりがある大胆なスタイルに見せているんだろうぜ。やっぱり車幅がすごく広いわね。
今の車と比べても幅の広さの違いに驚愕だわ。サイドスリットのデザインは、その後の車のデザインやエアロパーツに大きく影響したんだぜ。特に当時の国内でエアロパーツを取り付けて走行するのが流行っていたが、サイドステップにスリットが入ったデザインは人気があったんだ。あ、知っているわ。エアロにもいろんなデザインがあったわよね。実際にスリットのデザインだけで穴は開いていなかったけど。そして当時のスポーツカーの代名詞といえばリトラクタブルヘッドライトだろう。国産スポーツカーにも数多く装着されたリトラクタブルヘッドライトは、今もそのギミックな動きに心を奪われる人も多いよな。今は安全面や機能面でなくなっちゃったのよね。フロントを正面から見ると、今よりシンプルなデザインだから時代を感じさせる面もある。だからといって30年以上前の車とは思えないデザインだと感じるのも事実だよな。簡素に感じるけど無駄がなく流れるようなスタイルは美しいの一言だぜ。確かにフロントのランプ類の作りに時代を感じるけど、それは致し方がないことよね。そして、テスタロッサのエクステリアデザインは、サイドスリットが大きなポイントであり、そのスリットが随所に使われていることだ。確かにフィンが多い車よね。フィンはサイドスリット、リアのテールランプ周りに装飾されていて、どちらも5枚で統一されてる。さらにエンジンフードにもスリットがあるほか、リアタイヤのタイヤハウス内にもブレーキ冷却用のスリットが見えるぜ。まさにスリットだらけの車ね。でもそのスリットをデザインにしているところがピニンファリーナのすごいところじゃないかしら。確かにその通りだぜ。この他にもデザインとして多くの人を魅了したのがホイールだ。センターロック式のホイールで、特徴ある星型デザインは人気が高かった。だからアフターパーツのアルミホイールもセンターロックタイプのホイールキャップのホイールが人気になったよな。あったわ。センターロックタイプのホイールキャップは多くの車好きが装着していたわよね。そういえば星型のホイールもあったような。よく覚えているな、霊夢。それはアウトストラーダが発売したモデナだぜ。テスタロッサや F40 を彷彿とさせるデザインで、当時人気があったアルミホイールだったよな。テスタロッサは多くのアフターパーツに影響をもたらすデザインだったということだぜ。私知っているわよモデナ。三菱 GTO なんかに履くと、まるでフェラーリのようで当時装着する車が多かったわよね。そしてもう一つは初期型テスタロッサのドアミラーが特徴的なことだ。運転席側の A ピラーの高い位置に片側だけ取り付けられている。片側だけ？それってどういうことよ。1990年くらいまで、欧州では運転席側にしかドアミラーがない車が多かったんだ。これは欧州の法基準に則っているから問題ない。なんでも助手席側は振り向きやすいとか、室内鏡で見えるから問題ないというのが理由らしいが、テスタロッサはその法規をうまく利用した斬新なデザインだよな。確かに、エキゾチックなスタイルよね。あ、そういえば昔、アーケードゲームでアウトランってあったでしょ。それがテスタロッサだったの思い出したわ。霊夢すごい。よく覚えているよな。ヤシの木が生える道路をオープンのテスタロッサで走るやつだよな。昔ゲームセンターでよくやったのを思い出すぜ。そうそう、エキゾチックというフレーズでヤシの木を連想してゲームを思い出したのよ。でもオープンモデルはなかったわよね。いや、それが当時のフィアットグループの顧前に、アゲッティ会長がフィアットグループ会長就任20周年を記念して、ピニンファリーナに特注して作らせていたんだぜ。フェラーリのアーカイブには、1986年2月にプロジェクトがスタートして4ヶ月で完成して納車したとある。あったんだ。ゲームだけだと思っていたわ。そのアウトランは、ジャンニのテスタロッサスパイダーがモチーフという話もある。しかし、ピニンファリーナはこれ1台だけと言っていたが、実際は秘密裏に何台か制作されていたらしい。もともと、ジャンニは弁護士だったからその友人や親しい人に売られたというんだ。富裕層の道楽ね。庶民にはベースのテスタロッサさえも手にできないのに。そして、この富裕層向けのスペシャルな車に目をつけたのが、冒頭で話した K ニッキだぜ。なんですって、エンツが激怒した K ニッキが世に出た理由の大元は会長のオープンモデルが発端だったってこと？今となってはそういうことになるよな。いろいろトラブルはあったが、K ニッキの後にはローレンツ&ランクルやアメリカのストラマンなどが、富裕層相手に屋根を切ったスパイダーのテスタロッサを作ったんだ。つまり、オリジナルのデザイン以外にもテスタロッサは世に多く存在するということね。そういうことだぜ。だから億超えの車を排出する RM サザビーズのオークションにもテスタロッサのカスタムカーは登場するんだぜ。すごい人気よねテスタロッサ。カスタムしていても高値なんだから恐れ入るわ。それで内装も知りたいんだけど。まず、ドアを開けると他の車のドアと異なり、フィンがドアの存在感を高めているぜ。フィンを覗くとその構造がよくわかるからドアを開けてフィンを覗いていてもそれだけでしばらく時間が過ぎちゃうんだ。確かにすごい面白いデザインよね。ドアを開けて楽しめる車なんてそうないわよ。うむ、あとは内装にこれといって特徴はない。強いて言えば高級スポーツカーらしく革を多用していることだぜ。もちろん、約40年前の車だからナビなんて当然なく、非常にシンプルなデザインが特徴だ。確かにダッシュボードの作りは時代を感じるわ。まあ、今の車と比べると特にどうってことがない内装だが、でもそこは憧れのスポーツカーを象徴する丸いシフトノブ、長いシフトレバー、そしてブーツではなく H ゲートが気持ちを高めてくれるぜ。確かに H ゲートは憧れるわ。
ギアを1速に入れた時に金属音がすれ合う、カチャン、って音は最高よね。古き良き時代のスーパーカーらしいよな。でも、テスタロッサというと左ハンドルだけのように思う人もいるが、実は右ハンドルも生産されていたんだぜ。でも当時の日本は輸入車といえば左だったからな。右ハンドルはごくわずかしかない。右ハンドルのテスタロッサなんてあったの？ああ、英国仕様で生産されていた。今もたまに日本国内でも見かけるが、非常に希少なモデルだぜ。テスタロッサは、やっぱり内装より外装に特徴があるわね。それで、V12 気筒エンジンを積んでいると言ってたじゃない。どんなスペックだったの？まず気になるエンジンは、フェラーリのロードゴーイングカーとして初めて1気筒あたり4バルブのフラット12気筒エンジンを搭載してたんだ。ボアストロークは 82mm×78mm の 4943cc で 512dbi から変わっていないんだ。排気量は 512dbi と一緒なんだ。ねえ、フラット12気筒って水平対向なの？いや、よく勘違いする人も多いが、フェラーリに使用されているエンジンは180度 V12 気筒エンジンだから水平対向じゃない。つまり水平にした V 型エンジンということだぜ。だからキストンの動きは全く違う。水平対向と180度 V12 気筒ではキストンの動きがどう違うのよ。それはだな。言葉で表すのは難しいが、両腕を例に考えてほしい。まず水平対向エンジンは左右に広げた腕が左右同じように屈伸するんだ。しかし180度 V12 気筒では、右腕を伸ばすと左腕は縮み、右腕が縮むと左腕が伸びるように動くんだ。全然動きが違うのね。つまり4バルブ化したけど同じフラット V12 気筒エンジンで同じ排気量をテスタロッサに乗せたってことなの。排気量だけじゃない。ドライサンプエンジンが縦置きされるのも 512dbi と同じなんだぜ。またタイミングベルトを使用していたのも同じだ。そして注目は、1950年代末に活躍した 250TR や 500TR と同様に赤いヘッドカバーをエンジンに装着していたぜ。赤いヘッドカバー知っているけど、250TR とか 500TR とどう関係するの？ああ、それは TR はテスタロッサの略なんだ。そしてイタリア語でテスタは頭、ロッサを赤を意味していて、そこから赤い頭という意味からヘッドカバーを歴代のテスタロッサが赤にしていた。だからこのテスタロッサも赤いヘッドカバーになっているんだ。それでもう一つ質問なんだけど、ドライサンプって？ああ、それはオイルの供給方法の違いだ。ドライサンプの他にウェットサンプがあるんだが、一般に知っているオイルの循環はウェットサンプだぜ。まず、ウェットサンプから説明すると、オイルパンにオイルを溜めてそれを吸い上げてエンジン各部に供給するシステムだ。ウェットサンプは確かに聞き慣れた供給システムよね。それでドライサンプは？ドライサンプは、オイルタンクを別でも受けていて、そこからエンジン各部にオイルを圧送する。そしてそのオイルをオイルタンクにポンプで集めているんだ。これにより、オイルパンがないからエンジン搭載位置をできるだけ低くできるし、横 G によるオイルの偏りも防げるんだ。だからスポーツカーであるテスタロッサはドライサンプなのね。そしてパワーも面白い。このテスタロッサはアメリカで10年ぶりに発売されるフェラーリの12気筒モデルだったんだ。しかしアメリカは知っての通り厳しい排出ガス規制がある。だから欧州仕様では 6300rpm で390馬力を発生したのに対し、アメリカ仕様は 5750rpm で380馬力になっていたんだ。アメリカ仕様の方が、低回転で最高出力を発生していたのね。しかも10馬力も少ないわ。そして欧州仕様は、512dbi より50馬力もアップしていたんだぜ。走行性能もメーカーが公表していて、最高速度は290キロ、0100は 5.8 秒、0000が 24.1 秒だった。まず、スーパーカーなのに300キロを超えていないのは少し残念ね。でも加速力はかなりのものよね。ああ、まず0100加速は、2020年モデルのシビックタイプ R が 5.7 秒だから、ほとんど同じ加速力だよな。約40年前の車でこの加速力はまさしくスーパーカーと言えるだろうぜ。確かに約40年前の車でこの加速力はすごいわよね。当時の日本車で速かった車といえばスカイライン RS ターボシートか Z31 の 300ZX ぐらいしか思い出せないわ。でもここまでの加速力はなかったわよね。ああ、確かに当時の国産スポーツカーでは太刀打ちできない動力性能であったのは間違いないぜ。それだけスーパーな車がテスタロッサだったってことだ。もちろん、スーパーなのはエンジンだけじゃない。ボディもすごいんだぜ。スーパーカーだからボディはアルミ製とか。お、さすが霊夢、察しがいいな。まずシャシーはフェラーリ伝統の鋼鉄製のパイプを鳥かごのように組み合わせたチューブラースペースフレームとクロスメンバーを組み合わせ、前後サブフレームがエンジンとサスペンションを保持しているんだ。チューブラースペースフレーム聞いたことあるわ。レーシングカーなんかもそうだよね。ああ、軽量で剛性があるし修理が簡単だからレーシングカーやスーパーカーに使用されるよな。それで、ボディはレイムの言った通りアルミを多用したんだ。ドアとルーフはスチール製だったが当時の車でアルミをここまで多用したのはすごい技術だぜ。確か NSX は1990年の発売だから、それより6年も前にアルミボディで登場していたのね。サスペンションはダブルウィッシュボーン式を採用し、コイルスプリングで4輪独立懸架だ。ショックアブソーバーは油圧式を使用していた。面白いのはリアのダンパーとコイルスプリングは片側ダブルで装着していたんだ。
ダブルでショックを取り付けた車なんてクロスカントリーの改造した 4WD 車しか知らないわ。さらに前後サスペンションにはアンチロールバーも装備され、サスペンションスプリングレートに大きな影響を及ぼすことなくロールを抑えてコーナーでの不快な動きを抑えていたんだぜ。確かフェラーリは走るより見て楽しむ工芸品と言われていたわよね。テスタロッサは実際に走行させても楽しかったってこと？楽しい気持ちには色々あるだろう。加速が速いだけの車やコーナリング性能が高い車など人それぞれだ。そしてテスタロッサは、低速で走らせていても気持ちが良い。しかも意外に乗り心地が良いサスペンションなんだ。ちょっと待って。スーパーカーでしょ。低速で乗り心地が良いなんて高級セダンじゃない。確かにこの表現ではそうなるよな。でもテスタロッサは、アイドリングでもエンジン回転が高く、しかも一般道路なんて3速ギアまでぐらいしか使わない。つまりフェラーリの官能的なサウンドを低速で十分堪能できる気持ち良さがあるんだ。つまり、ゆっくり走っていてもスーパースポーツの片鱗が見えるということ？少し違うんだが、とにかくコーナーでグイグイ言わせて走らせる車ではなく、広い道路を巡行させて楽しむ車ということだぜ。なんかスーパーな走りを期待しちゃったわ。だから軽ニッキで化け物が作られるんだよな。軽ニッキってそんなにすごい車なの？やっぱり走らせてこそスーパーカーだからな。軽ニッキはエクステリアだけでなくエンジンもとことんチューニングしたんだ。だから1984年にテスタロッサが登場するといきなりツインターボ化して710馬力にしたんだぜ。710馬力ってとんでもない馬力じゃない。しかし、それに飽き足らず1988年には限定30台で F40 のようなウィングをつけて、しかも下級システムの変更で800馬力に。その後、1992年の最終モデルでは、ついにスーパーチャージャーとターボのツインチャージャーにして1000馬力の軽ニッキコンペティションエボリューションを登場させたぜ。この悪魔のようなフェラーリがエンツォの逆鱗に触れたんだぜ。1992年に1000馬力って悪魔的な馬力よね。確か湾岸ミッドナイトで北見がチューニングしたエンジンは NA の 5.4 リットルで600馬力という設定よね。それよりすごいじゃない。うむ。かなりとんでもない馬力だよな。昔、ある雑誌の企画で矢田部で最高速チャレンジをしていたんだけど、その時の記録はメーター読み360キロでリミッターが当たり、実測では312キロだったんだ。それって、なんか昔たくさんあったチューニング雑誌の企画よね。うむ。その通りだぜ。メーカーは最高速370キロで最高出力1000馬力と交渉していたから試してみたかったんだろう。でも、それを今になって試すことは到底叶わないし、そんなことを言っても野暮な話だよな。デザインだけでなくパワーまでとんでもないことになって、今ではカリスマ的な存在だわ。これだけ世間を賑わせたんだから、スーパーカーといってもそれなりに売れたのかしら。テスタロッサは、1984年から発売が開始され、その後ほとんど外観上の変更がないまま1991年まで生産されたんだが、その販売台数は世界中で7177台だったんだぜ。そのうちの1台が公式にスパイダーだったと発表されている。7年間で7177台ということは、年間約1000台売れたってことよね。こういったスーパーカーでこの台数は異例なんじゃないの？その通りだぜ。かなりの台数が世界中で販売された珍しいスーパーカーだ。しかもこの時期の日本はバブル絶頂だったから、フェラーリの中でも数多くのテスタロッサを街で見かけたぜ。しかも地方都市でも走っていたからかなり多かったと言ってもいいだろう。都内だけでなく地方都市でも見かけたんだ。ああ、当時の新車販売価格は2430万円だったから、本来は都会で成功した人間が手にできる代物だよな。でも日本中がバブルに沸いていたから、地方都市でもそれなりに財を築いた人がたくさんいたということだぜ。なんか羨ましい限りだけど、でもフェラーリほどの車になると1万台はかなり難しいのね。うむ、テスタロッサの前身である 365DB から 512DBI までが2323台だったからな。それを考えると7000台超えはすごい。さらにその後登場した 512TR が2261台、そして F512M が501台だったんだ。テスタロッサってすごく売れたのは分かったわ。これだけ売れたし、チューニングも盛んということはユーザーの評判もかなり良さそうね。ネットでユーザーの声を拾ったらこんな感じだ。バブルの頃は個性的な輸入車多いよね。軽ニッキもそう。軽ニッキフェラーリ登場した時本当心奪われました。テスタロッサは軽ニッキ 512DB の、 F40 は軽ニッキテスタロッサのデザインに影響を受けてますよね。自分は断然軽ニッキ派です。ノーマルテスタは何か物足りない。軽ニッキに関するコメントが多いわね。うむ、テスタロッサが登場してそれをチューニングした軽ニッキコンペティションは当時少年だった人たちに大きく刺さったということだろう。でも、今見ても斬新で古さを感じさせないわ。他にもこんなコメントがあるぜ。当時、毎月購読していた元禄っていう自動車雑誌を思い出したのは私だけでしょうか？スーパーカー、フェラーリとランボルギーニは別格ですよね。当時、軽ニッキとゲンバラが張り合っていたような。どちらも、ド派手でしたね。バブルの時代は今はもう見ないチューニングメーカーがたくさんありましたよね。当時を懐かしむ声もあるわね。確かにあの頃は面白い車がいっぱいだったわ。面白い車だけでなく、いろんなメディアで今では絶対できない検証していたよな。
そう考えると、今の車は夢がないわね。値段が安ければな。ところで中古車はあるの？霊夢、テスタロッサは高いぞ。とりあえず中古車情報を調べたら14台もヒットしたぜ。中でもこいつは購入意思があるなら即問い合わせだ。え、これ本物の軽日記バージョン？ああ、本物だな。ここだけでなく他にも同じ軽日記が登録されていて、しっかりと所言が記載されていた。それによれば710馬力のツインターボだそうだ。あとはノーマルのテスタロッサだけしかなかったが、その中でもこいつが一番安い。一番安くて1959万円。新車価格より安いけど、40年前の車よね。なんかフェラーリの凄さが見えたわ。走行が 2.4 万キロメートルというのがいい。タイミングベルトは3年もしくは2万キロメートルごとの交換が望ましいとされているからな。年式が1989年だから今年で34年だ。つまり、36年目の2年後に交換になるから、まだタイミングベルトを交換して間もないと見ることができる。ということは、購入していきなり大きな出費になる可能性は少ないということよね。そうとも言えないけどな。一つの不安要素が消えたというだけだ。まあ、実際購入するなら、整備記録を確認して、どんなメンテナンスを受けてきたかよく確認することだぜ。あと、実車確認は絶対にしないとな。特に古いと下回りがやばい。下回りがやばいって、みんな車の周りしか見ないし、中古車店も周りは綺麗にする。しかし下回りは意外に錆などの問題が起きている。特に気候が違う日本だと見えない部分に様々な問題があることも多いからな。なるほど、古い車は下回りに注意ね。というわけで今回の解説はこれで終了だ。霊夢はテスタロッサについて何を感じた？後継機に沸いた時代に登場したテスタロッサは、確かにそれまでのフェラーリより街で見かけることがあったわ。地方でもたまに見かけることもあったからな。しかもノーマルではなく、フェラーリのエンジン音を堪能できるようにマフラー交換している個体も多かった。そうよそれ。快音を響かせて夜の街を疾走するテスタロッサ見たわ。だからこそ、当時は軽日記バージョンなんていうとんでもない化け物があったのね。スタイルやパワーを自分好みに変えて、個性を出す人は庶民も金持ちも同じということだぜ。つまりだ、車好きに趣味思考の違いはないということだ。車をカスタムすることは今も盛んだし、テスタロッサをカスタムして乗るのも自由だと感じたわ。その通りだぜ。今は国産も GR やニスモといったメーカー直系のカスタムブランドもあるしな。メルセデスも AMG がサブブランドになっている。そういえばそうね。フェラーリにはサブブランドはないのかしら。フェラーリはもともとスポーツカーブランドだからな。他のメーカーのようにスポーツカーを別のブランドで出すということはしないぜ。そういうことね。もともとスポーツカーを販売するメーカーだから、それ以上のスポーツカーブランドを作る必要ないんだ。そういうことだ。というわけで今回の動画はこれで終了だ。みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。